はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はネタ切れん時にツイッターにて募集したネタとどろきくん使っていこうかなと思います。あれめっちゃ便利やねんなめちゃめちゃねキャラまだまだあるんでね、もうこういう時にぜひとも使っていこうかなと思うんですけども、必殺が、380% ダメージ&特殊タイプの場合キラーんーでもって友情技がヒーローになっていって特性が半分やろうというわけで使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは剣心超究極級というわけで、まあいくらね、まあ、雑談の使ってみたといえどガチの、超究極級にちょっと挑んでいこうかなと思うんでよろしくお願いしたいんですけども、今日はね、まあ、タイトル通りちょ告知の方をやらさせていただこうかなと、思います。明日の、まあ、大層なもんじゃないねんけど、明日のね、夜の9時ぐらいからかな、この YouTube で生配信やろうかなと、思います。まあその内容っていうのが決闘をちょっとやろうかなと思って、でね僕今まで生配信するときってこんな告知してないじゃないですか。いつも唐突にやることが多いんですけども、なんで告知するかっていうと企画をねちょやろうかなと思って、プレミア公開で決闘企画やったことあんねんけど、そういや生配信ではないなと思って、んでその企画っていうのが前ミラティブでやった企画やねんけど、皆さんにコメント欄で使ってほしいキャラ募集して、そのキャラを、4枠目にぶち込んで使ってみようやないかという、まあ4枠目ランダムパーティー、まあ前々から企画でやっているそれの皆さんのリクエストバージョンをちょっと明日やってみようかなと思って、これねミラティブで以前やって、まあ今ねミラティブでなんかルビーもらえるキャンペーンやってるじゃないですか。それでなんか適当に配信したんですけども、まあやることないから適当にみんな使ってほしいキャラちょうだいって言って、それで4枠目にぶち込んでって言うてネタでやってたんですけども、かなり面白かったんでちょっと本格的に YouTube でやってみようかなと思って、やってみようかなと思って、はい、告知終わりました。頑張っていこうかなと思います。こっからガチ攻略、はい、剣心買ってない人、こっから僕ガチ攻略するんで、まあまあまあご参考までによろしくお願いしたいんですけども、うん、まあ勝ちたいならば、うん、まずチートしようか。はい、まあ最低発言していきましてね今さ、ジャンプでというか僕これ聞きたかったんやけど、ジャンプってさ毎週月曜日発売日やと思ってたんやけど、なんかもうすでにさジャンプ買ってる人いんねんな。この世に未来人がいることがもう証明されていったんですけども、僕はね現代を生きる身としてはねそれめっちゃいいねんな。もうすでにQR コードゲットして選べる記念チケット交換してる人めっちゃ多いねんけど、地域によって発売日がちゃうんかな、それどういう加減、なんか東京ではなんか早くてでなんかアメリカでは早いみたいな、そういう感じかな。その大統領の気分によってわっしゃわっしゃの国は、僕もね早く欲しいねんな。まあでもあさってなったら交換できるんで、まあ別にいいんじゃないかなと思う。僕ジャンプデビューするわ、そういやこれで僕初めてジャンプ買うんですよね。まあジャンプチというゲーム実況しておきながらジャンプ買ったことがないっていうね、アンパンマンのゲーム実況しておきながらアンパン食べたことないっていうのと一緒なんですけども、そうなんですよね、初めてジャンプ買うんでなんかねめっちゃ緊張してるこの緊張は何なのか、初めて僕しかも漫画以外の本を初めて買うんですよ。ジャンプって雑誌やんか、雑誌を初めて買うんですよね、金払って。めっちゃ緊張してる、なんか知らんけど、なんかどういう顔でさレジに持って行ったらええんかな、コンビニで買った方がええんかな、本屋さんで買ったらええんかな、わからへんわからへんな。バイト初日みたいな感じ、慣れたら楽やねんけどなんか初日ってなんか緊張するやんか、それと一緒。どこで買おうかな、本屋に売ってんの
それもわからへんねん。なんかだいたいそういう雑誌ってさ、コンビニに売ってるイメージがあんねんけど、本屋にも売ってんのかな。ちょ、本屋にね、コーナーがどこにあるかわからへんねんな。コロコロと一緒なんかな。コロコロのコーナーってあるやんか。最強ジャンプやったっけ。なんかその辺と一緒のコーナーにあるか知らんねんけど、まあぜひともね、買ってみようかなとは、思う。んでさ、この剣心に関しては、まあバフをね、とにかく取り除かへんかったら負けるというダンジョンなんで、ぜひともその辺は気をつけていこうかなと、思われるんですけども、これ次、バチクソクラバチ来るんですよね。これ、死んだかな。ワンチャン死んだまであるんですけども、いいかほど。3つでしょ ?150、50というわけで、分割のクソバフ、エネデロ会長の、まあ、見習い人というわけで、これ、まあ、バフ全解除できたから、多分ね、ここはね、バフ解除したら全然、ダメージは耐えれると思うんで、まあ、いいんじゃないかなと思われるんですが、弱すぎワロチ。やっぱりバフが命やな、このダンジョン。僕ね、ジャンプね、アニメ勢なんでね、中身見れへんねんな。なんか新連載やったっけな。なんかそれが始まるらしいから、ちょうど来週から何がしの。だからそれしか読むもんがないねんな。あと自分が見てへん漫画のやつを、展開とか名前とかキャラクターの名前とか全く知らんけど、なんか見てみようかなと思う。だから今僕連載されてる作品が何かも知らんねんけど、ヒロアカとか、あとヒロアカイノもやってるやんな、あとドクストとかさ、その辺絶対見れへんねん。もう真ん中すっ飛ばしてなんか最終回ぐらいまで見てるっていう状況なんで、ターミネーターだってなんか途中の敵との戦いとか、あとシュワちゃんとあの男の子のつながり、そして一番最後に陽光炉に沈んでいくそのシーンがあるから泣けんねんけど、いきなりシュワちゃん陽光炉突っ込んでたら、あ、シュワちゃんってなるよね。それと一緒。シェイ。